やっと着いた。これは素潜り漁師のマサルが10日間のサバイバルに挑んだ時のお話。断崖絶壁の環境、マサルは攻略することができるのか。サバイバル生活2日目、ようやく火を起こしたマサルはボウフラが湧く水を飲むことに成功。しかし2日間通して食べたのはカブと小さな貝のみ。そろそろ空腹も限界寸前、朝3時干潮を狙って漁に向かうことにした。おはようございます。3日目です。時刻は11月5日3時21分ですね。何も食べてないのにものすごく吐き気がありますね。昨日の清水で当たったのかもね。はい、ということで今ちょうど干潮なんでね、何か食料を取りに行ってきましょう。何かいるんじゃないかな。できればタコとか取れたらいいんだけど、うん、とりあえず行ってみましょう。早速真っ暗な海に出陣していきます。夜の海はほとんどの魚が眠っているので、日中岩の中にいる生物が地表に出てきています。それを今回は狙っていきます。カニゲットです。次は狙いを定めてゲット。タコ取れた。今にもかぶりつきたいですが、このタコの歯には毒があるのでやめておくことにしました。岩に擬態している生物を見つけました。これは磯アモチといってナメクジのような生物です。一匹見つけると周りにたくさんいるので効率的に取っていくことができます。本当は魚を狙っていく予定でしたが、この日はとんでもない風が吹いてました。海は大しけ、水面は波が立って中の様子は全く見えませんでした。仕方なく磯アモチを重点的に狙っていくことにしました。タカラガイも貴重なタンパク質、何匹か取っていきます。それでは1時間ほど漁をしたところで拠点に戻ることにしました。はい、それではね、1時間ぐらいね散策してきました。こんな感じですね。もうタコが取れたのは良かったかな。これ島ダコですね。あと磯アモチ、こんな大きいのいるんだね。良かった、でかいのいて。で一応ね取ってきたんですけど、ものすごい吐き気がしてて食べる気が起きないですね。とりあえず夜が明けてから調理しましょう。めちゃくちゃ気持ち悪いです今。吐きそう。吐くものないんだけどね。まあ6時半ぐらいに夜が明けると思うんで、それまで寝ます。要因として考えられるのは一酸化炭素か昨日の巻貝か清水ですね。寝よう。はい、とりあえずね起きました。煙がね結構原因だったと思う。まあ普通に体力落ちてるっていうのもあると思うけど、だいぶ吐き気がねなくなりましたね。いやー、よっしゃ調理していきましょう。もう2日ほとんど何も食べてないからね。とりあえず火を強くしよう、調理用にね。早速薪拾いをしていきます。海岸には木が漂流しているのでそれを拾っていきます。木を火にくべ終わったら今度は海まで歩いていきます。とりあえず海水汲んでいきます。真水で調理したいところですが、貴重なボウフラ水しかないので海水で調理していきます。よし、じゃあ塩ゆでを作っていきましょう。これは磯アモチって言って、まあ海牛の仲間ですね。もともとは巻貝です。でこのカニは何かよくわかんないですけど食べれるんじゃないかな。でこれが島ダコ。結構大量だな、2食分ぐらいありそう。じゃあ塩腕がねできるまで日長に日陰で待っていきましょう。多分ね体内の糖分がねなくなってきたんだと思う。何か糖分として食べれるものがあればいいんだけど、まあ、ココナッツとかね生えてたら結構いいんだけど、うん、生えてないからね。あとはねアダンも食べようかなと思ったけど売れてないんだよね、残念。まあでもタンパク質も不足してるんでようやくって感じですよ。そうだ、箸でも作ろうか。箸を作りましょう。はい、取ってきました。これでね箸を作っていきましょう。
じゃあこれをね持ちやすくしていきます。持ちやすくするってのかな、先っぽをもうちょい細くして食材をつかみやすくします。これだとつかみづらいんでね。それに竹なんでちょっと内側がねしなってるんで、それもね改善していきましょう。やばいな、元気がないな。よし、元気出していこう。箸ができるぞ。よし、やっていきましょう。これこういう作業はね結構好きなんだよね。こういう何も考えずにできる作業ね。まず内側の反ってるところをね取っていきます。取ってるとね持つとき痛いんでね、やっぱ箸を作るんだったら最高の箸を作りたいからね。でこの角もね取っていきましょう。これ痛いんでね、サバイバルナイフがね切れなくなってきてるんだよね。砥石は持ってきてないからもうこのままだわ。よし、できました。いい感じですね。これで掴めるぞ。食えるね。はい、もう多分ね沸騰してないと思うけど、いい感じに茹でれてるんじゃないかな。食べていこう。そうこうしているうちに海水煮が完成していました。やばい、めちゃくちゃうまそうなんだけど。タコ食べよう、タコ。めっちゃうまそう。やばいぞ、やばい、泣けてきた。うわー、これはやばい。いいですか、食べて。ちょっと待って、もう食えると思ったらこんなに嬉しいんだね。ちょっと塩辛いけど、2日目の食事マジでうまい。箸使ってないけどね。はぁ、本当はね、ぬめりを落として食うもんなんですけど、ぬめりも落とさず食べてるんだけど、めちゃくちゃうまい。やばい、おてつもなくうまいぞ。幸せです。内臓はすごい生臭いね。いやでも美味しいわ。それではカニ、謎のカニ。うまっ。めちゃくちゃ甘い。よし、じゃあ磯網とかをね取り出していきましょう。でこれ残った汁はね極限まで煮詰めて塩にします。よし、日陰にやってきました。まあタコとカニ以外はねそのままじゃ食えないんで、今から処理していきます。とりあえずね磯網を食べたい。ものすごい見た目してるんだけど普通に美味しいからね。とりあえずこの表面の苔みたいなのを取っていきます。これがねすごい苦いんで、多分鬼だるまおこぜとかに生えてるのと同じなんじゃないかな。取りきれんな。もう一回苦いけど。でここ内臓が入ってるんで切っていきます。全然綺麗なナイフで、この内臓をね取っていきます。黄色いのは何だろう、卵かな。あとで海水で洗いましょう。本当はねこの苔を完全に落として食べるんですよ、普通はね。落とすねものがないんだよね。網に入れたりザルに入れたりして押し付けて取る。海水で洗いに行きましょう。うわ、砂ついた。缶一杯分のタンパク質ですよ。タコ食べたらめっちゃ元気になった。うん、全然違うんだね。食わなくてもいけるよとか言ってたけど全然違う。食ったら違うわ。やっぱ食わなきゃダメだね。今日はまあ3日目なんでね、あと2日5日目まで頑張ればもう6日目から森使うんで、うん、そっから魚が食える。まあ本当はね水面からでも本当に動かない魚、なんだろう、ニザダイ系とシマハギとかブダイとかはもう全く動かないからいけるんだけど、だから多分風速11メーターぐらい吹いてるんだよね今。水面がねバシャついてて何も見えない。まあしゃあないわ。まあでもこれとね、あと雨さえ降ってくれれば正直もうこのサバイバルは制したようなもんですね。雨も降ると思う。降らなかったら切れる。っていうか降らなかったらね完全にリタイアですよ。磯輪餅の苔と内臓は非常に味が悪いので海水で洗い流していきます。汚れを洗い落とせば調理完了です。はい、それでは洗い終わりました。やっと食べれるぞ、磯泡餅。ちなみに島ではねホーミーって言われてますね。まあ、名前の由来は YouTube 上では話せないんで、ね、調べてください。いただきます。硬っ。でかいやつは硬いな。ちっちゃいのいきます。うん、ちっちゃいのは美味しい。うまいな。もうアワビでしょこれ。
味はね、貝の風味と薬みたいな味、すごい苦い。普通ね、表面の藻が苦いんで、表面の藻を落として食べるんですけど、落としてないんで苦いしね。あと細かく刻んだ方がいいね、美味しく食べるな。これがね、やみつきになってきた。ちょっと違うけど、野源軟骨みたい。うん、昨日の夜、もっと今日の朝か、もっと探して取ればよかった。背もたれが欲しい。めっちゃいいこれ。とりあえずね、こんな体勢で申し訳ないけど、めっちゃ元気出てきた。命に感謝ですわ、本当に。食べ物に感謝、マジで。とりあえず次は、なんかそろそろ大雨が降りそうな気がするんで、雨の準備ですね。家の壁を作っていきましょう。はい、磯輪餅がね、もうなくなりました。貝割っていこうかな。結構でかいよこれ。何の貝なんだろう。硬っ。めちゃくちゃ硬いぞ。何の貝か分かんないんで、内臓は食べないです。もしかしたら毒があるかもしれないんで。砂だらけ。俺貝好きなんだよね。いただきます。やらかっ。おいしい。はい、とりあえず拠点作りしていきましょう。なんか嵐が来そうな感じがするから拠点作ろう。とりあえず4本柱打ち込みます。なんか柱になるものを取っていきましょう。これ結構良さそう。強度もあるし。さて、集めてきたんでどんどん作っていきましょう。だいぶ雨降りそう。とりあえず昨日の夜1本やったんで、これ2本目。おらで、昨日と同じようにとりあえずでかい岩で固めていきます。で、もうちょいでかめの石で動きを封じていく。本当はね、粘土があったらいいんだけど、ないからそこまでは安定しないと思う。本当は支柱が4本だと強度に問題がありますが、漂流物の少ない環境です。最低限の骨組みを組んでいくことにしました。よし、一応長さをね、揃えておきましょう。どりゃ。はい、それではね、柱が4本立ち終わりました。まあ、まだこれ仮止めみたいな感じで全然弱いんでね、まず補強していくつもりなんですけども、一旦ね、壁を作りましょう。屋根よりもとりあえず壁が重要なんでね。本当はね、俺は木で家をね、作る予定だったんだけど、マジで全然木がない。正直ね、屋根を作って終わりぐらいの木しかないんで、壁は岩でね、作っていきます。崩れてきたらね、死にかねないんで、崩れないようにね、慎重にやっていきましょう。ひたすら岩を積み上げていきます。近くの岩からなくなり、徐々に歩く距離が伸びていきます。タンパク質を取ったとはいえ、極端に水分の少ない環境、3日間糖分も脂肪もまともに取っていない中、この壁作りの作業は苛烈を極めました。疲れた。いやー、もう正直ね、だいぶ限界が来てる。もうなんか昨日からね、結構風が強くて、寝る時も風が吹きつけて寒いんだよね。風と雨がね、入んないようになんとかね、壁を作ろうと思ったんだけど、万全の状態ならともかく結構しんどいな。でも今のうちにね、壁作るとかないとね、間違いなく悲惨なことになるんで、やりましょう。最初石を積み上げるのは簡単でしたが、4段目あたりからバランスを取るのが非常に難しく、岩の種類、形、置き方を誤ればすぐに崩れていくようになりました。
適当にね積んでたんですけど、平たく積まないとダメですね。1メートルぐらいになると崩れる。うん、やっていきましょう。走行してるうちにね、もうそろそろ雨が降りそうですね。とりあえずね、火の移動しようかな。多分塩もできてるんじゃないかな、そろそろ。作っていることをすっかり忘れていましたが、塩の確認をしに行ってみます。すごいな、めっちゃ茶色い。あ、でも塩だ。すごい貝の匂いがする。正直今は喉が渇いてるからあんまり舐めたくないけど、ちょっと舐めてみよう。めっちゃ磯は餅の味になってる。苦味があるっていうのかな。出汁が効くと思ったら苦味が付加されたね。微妙。もう一回作りましょう。うん、でも作るのはもう明日でいいや。その前にね、多分雨が今から降るんで、天気も悪いし。火の移動しよう、火の移動。昨日煙で死にそうになったから洞窟の中入れとこう。洞窟なら濡れないだろうし。着いたな。さて、それではですね、次はまだね、家が全然完成しないけど雨が降りそうなんで、水集めの準備をしていきましょう。さすがにね、もう清水だけじゃ限界が来てるんで、とにかく水気をどんどん作っていくって感じですね。頑張りましょう。10リットルぐらいな、欲しいな。ああ、ペットボトルもいいね。このペットボトルなんか最高だよね。めちゃくちゃ水集められそう。蓋をね、まず落としていきます。で、これを2つに割っていきますと。で、こっちはね、ここで切っていこうかな。あんまり集めらんないと思うけど、ないよりはマシでしょ。このペットボトルめっちゃいい匂いする。あー、やばい、糖分の匂いがする。あー、糖分取りたいな。あー、やばい、めちゃくちゃ食欲を刺激される匂いだ。まあ糖分の前にまず水分だね。あんまり雨降らないから、なるべく雨をかき集めよう。10リットルぐらいあればなんとかなるでしょう。疲れた。いや、楽しい。頑張りましょう。楽しい、楽しいな。サバイバル場所には汚い水たまりしかないので、雨よけを作って水を確保する作戦です。まあとにかくこれに関しては多い方が雨水取れるからね。こうやって石を入れて飛ばないようにします。できたー。今回は水集めをねずっとしててね、思ったことは、ココナッツか川がないとしんどい。しんどいっていうか、かなりね無理ゲーですね。水たまりの水ね、お腹壊さなかったけど、本来めちゃくちゃ危ないからね。ココナッツもね一応落ちてんだよ。正直ね、そこら中に落ちてる。うん、落ちてはいるんだけど、島にはココナッツ入ってなくて、ココナッツのね汁っていうのかな、ココナッツウォーターが入ってるものは一個もない。これもカラッカラ。臭っ。中のね食べれる部分もねめっちゃ腐ってますね。それにもう全然何の音もしない。ここかマイク、ほら水の音全くしない。まあでもね、火起こしには便利で着火剤とかにはなるんですけど、飲むのは無理ですね。さて、もう日もね暮れることですし、雨が降ってくれることをね期待しておきます。ついに雨が降り始めた。いやー、長かったな雨が降るまで。結構ね壁作りも頑張ってみたんだけど、間に合わずですね。多分だいぶ雨もね降り込んでくるでしょう。でも水が飲めないよりは雨降ってくれた方が全然いいから。うん、3リッターぐらい集まってくんないかな。あとはもう祈るばかりですね。本当に雨が来そうなんで、もう一個水たまりのね作っときます。こんだけ置いとけばさ、
さすがに3日分ぐらいの水は溜まるんじゃないか。相当な雲だよ。いやー楽しみだね。相当曇ってるよ。これは相当な雨が降るはずよ。その後あっという間に夜になりました。ちょこちょこね雨が降り出してきてるんですけど、やっぱり風が強いんでね、めっちゃ入ってきますね。夜が明けないと何もできないな。とりあえず耐えましょう。もう海もねめっちゃ荒れてて、さすがに近づくだけでも危険そうだし、今日はここで終了かな。